並木さんと畑さんがお互いのタックルを交換して、並木さんがアンタレス DC 使って DC 音に、親指立ててグッドマークして驚きました。メインはお互いのロットの話してきました。ユーザーが思ってるほどメーカー同士の、ビリビリはない。全然ないよ。俺とんだって並木だと全然、俺一緒に酒飲んだりするもん、全くないですよ。大体アンタレスの DC がね、今の、DCMD じゃないけど、DC が出た時に、一番最初に、シマノの人間じゃなくて、あの DC を投げたのは並木です。ちなみに、フィッシングショーの会場で、その年に発表されたやつよ。で、俺以外は、そのアンタレスを持ってる人が一人もいない。アンタレス DC をね、持ってるやつで、余計につって呼んで、余計を呼んで、これちょっとほら、投げてみって言うと、なんですかこれって言う、そのすぐ近くに並木もいたの。で、並木投げてみって言って、で、いうのがありましたから、全然ね、メーカーのどのコーナー全くないです。はい。ダイバーのリール使った時ありますか？ありますよ。僕は昔はだって島のね、で、ダイバーのリール、使いまくって、あ、ここをこうしたら、ああしたらみたいなの、そんなの三大アニメ、今は全然触りもしないですけどね。はい。ダイバーの村越正海さんと仲いいんですか？悪くないですよ、別に。あってこう、そんな、ね、一緒に飲みに行ってっていうのはないですけどね。別に悪くないけど、そういう付き合いでもないですね。並木くんは、その昔ね、俺がやってたスイングプロオープンっていうね、バスの大会があったんですよね。それにも出ててくれた子ですから。ね、フィッシングショーの会場っていう、飲み屋かなんかで、近くにいると、並木とか言って一緒に飲んだりなんかしますけどね。はい。村さんは並木さんにキャストを教えたって本当ですか？キャストを教えたっていうか、並木くんのキャスティングは、ショートキャストはね、めちゃくちゃうまいのよ。だからもう教えることなんて何もない。彼が聞いてきたのはロングキャストがいまいち決まらないっていうことで、その時彼は2フィンガーグリップだったんですよ。で、1フィンガーにすればこうなってこうなるでしょ、ああなってこうなるでしょ、こうなるでしょって言ったらこうなるじゃんって言ったら、彼はそれから1フィンガーに変えたんですよ。で、もう一発ですぐに治りました。まあ、もともと素質ができてるからね、基本ができてるんで、1フィンガーにするだけで、2フィンガーグリップだと、うんとこう、うーって押すキャスティングだったのがスパーンとこう切れるようになったのね。だからキレのあるキャスティングになったっていうね。別に手取り足取り教えたわけじゃありません。フィッシングショーの会場の時、いつも彼がですね、終わる頃にね、片付け始めると昔はよく来たのよ、ね、でその時にちょこちょこっとお話したりなんかしてね、まあその程度でございます。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいな、よかったらですね、ぜひご入会をよろしく。